どうもワニです。そしてこちらは釣り餌なんかに使われるねサシという虫なんですけれども、要はウジ虫ですね、ハエの幼虫です。今日はこちらがね釣りに使って余ったので我が家のペットたちの餌にしたいなと思います。うちで今飼育しているフトアゴヒゲトカゲさん、この子にこのウジ虫を見せると、はいどうぞ、気づいた、いいねいいね、数が多すぎてどれを食うか迷ってる感じしますけど、一匹一匹着実に食べています。ちょっとね意外と動きが早いんで逃げないように人間の手でしっかり管理しつつ、いいぞ、遠くのとこから食べてくれ、逃げないうちに、いいぞいいぞ、逃げちゃう逃げちゃう逃げちゃう逃げ、よしいいぞ、まだまだいっぱいいるぞ、多いね、ちゃんと遠くから取ってる、まあ、それ潰してないから大丈夫かな、いいね、このちんまい虫もちゃんと一匹一匹認識して食べてくれてます。アマガエルの目の前に、あ、見た、飛びかかった、食べるか、お、食べた、あ、一生懸命食べてる、かわいいっすね、ヒキガエルたちの目の前にもちょっと、食べた食べた、いいですね、よく食べますね。じゃあほら全部、
同居している都ヒキガエルも刺しに気づいて動き始めました。ヘタ食べた。いいね、もう食べた。ちょっと下手ですね。あ、足に刺しがついて嫌だったみたい。こんな感じでトカゲとヒキガエルたちに釣り餌の余った刺しを食べてもらいました。野生のハエはね、汚いと思いますけどね、養殖のハエなんでね、まだ綺麗かなと。こんな感じで今日の動画は終わりです。